皆さんこんにちは、サイバージャパンダンサーズの和平です。今日はルーズソックスルックブックのコーディネートを7日間してみたいと思います。さあ1着目ですね。ルーズソックスといえばこれですね。皆さん想像するのは制服です。ネクタイになかなか苦労したこの、はい、制服です。そして今回のルーズソックスはこれ180センチはでかいか、80センチサイズですかね。めっちゃスーパーロングのルーズソックスでコーディネートをしてみました。履く時も長すぎててんやわんやですね。ピピピピーっとピピピーっと足を浮かせながら、はい、じゃん、完成です。1着目は制服コーディネートです。制服兵です。じゃん、どうですか、似合ってますか。結構割と撮影で制服は今まで着てきたんですけど、次はですね私服チャレンジしてみたいと思います。私服にルーズソックスを合わせるっていう斬新な、まさかこういう流行がね今来てるらしいんですけど、ルーズソックスを私服で合わせておしゃれに着こなすっていう流行りが今この時代に来てますね。はい、2着目は黄色い色を取り入れたイエローコーデです。メガネもなんちゃってかけちゃったりして、2着目の完成です。じゃん、結構スカートと合わせるとルーズソックスってダボってしてるので足が細く見える効果があると思います。3着目はデニムオンデニムでいっちゃいたいと思います。私の大好きなデニムコーデですね。すごいデニムが一番大好きなんですけど、じゃん、完成です。デニムジャケットにデニムスカート、そして昔サイバージャパンダンサーズとチャプターでコラボしたチャプター T シャツです。結構割とカジュアルにもルーズソックスを合わせると意外と合うんですね。これがどうですか、こういうカジュアルなの着るとテンション上がるな。4着目のコーデなんですけども、ちょっと首が狭いポン生まれました。はい、そうですね、4着目もミニスカートに合わせてるんですけども、ミニスカートにほんとルーズソックスってやっぱ制服のイメージもあると思うんですけど、やっぱ女子ってね足が細く見えたりとか、こういう組み合わせってみんな大好きだと思います。ニット帽もかぶって完成です。こういう格好でデートとか来る女子ってどうですか。結構デートでこういうファッションで来ると可愛いかなって思うんですけど、どうでしょうか。じゃん、フリフリ、いい感じですね。女子って感じ、楽しいですね。女の子はいろんなコーディネートができるから、うん、このお着替えの時間もめっちゃ楽しかったですね。さあ5日目のコーディネートなんですけども、結構カジュアルなボーダーのプレイボーイのニットに色の渋いキャップとスカート合わせて完成です。こういうやっぱポップなコーディネートにも合うルーズソックス最強ですね。なんでこの時代にもう一回ルーズソックスブームが到来したんですかね。これも本当に時代はぐるぐる回ってるってことでしょうか。どうですか、キャップもニット帽もね小物が大好きなんでいろいろ合わせると楽しかったです。そしてパン、ちょっとスカ
ハートが弾け飛びました。6日目のコーディネートです。今回のこのコーディネートはわりかし大人っぽいかと思いますね。黒のピタッとしたトップスにチェックスカート、ピンクのカーディガンで眼鏡をかけて完成です。まさかのルーズソックスなのにこんな大人っぽいコーデでも合っちゃう。いやー、恐るべしルーズソックス、すごいな。こういう格好ってちょっと逆にセクシーで、なんかちょっとエッチーですよね。セクシーお姉さんって感じ。こちら、ちなみにこれは伊達メガネじゃなくてドアリのマジメガネです。どうでしょうか。さあ、最後のコーディネートになるんですけども、私結構このカジュアルコーデ一番好きだったな。私の大好きな大好きな薄色のデニム、結構ショートパンツですね。これはじゃん、こちらのデニムを履いてビッグ T シャツ、ビッグなカジュアル T シャツを合わせて最後にキャップを合わせて完成です。この格好はかなり結構女子も男子も好きなんじゃないですか。私結構こういうカジュアルな格好が昔から大好きです。本当にルーズソックス履くと足が美脚効果がめちゃあるんで、本当に何着ても超テンション上がりました。いかがでしたでしょうか。こちらのルーズソックスルックブックカズヘイバージョン、この動画が良かったって方はいいね、高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。それでは見てくれてありがとうございました。バイバイ。